行って本日はですね、こちら神奈川県の久里浜から、千葉県のですね、金谷を結ぶ今こちら東京湾フェリーに乗船しています。昔さ、チクがパパとね、2人で乗ってのこぎり山にね、行ってましたけど、で時は初めてじゃないね。で今回はね、まあ僕たちのね車でね、この一緒にフェリーに乗ってこちら千葉の金谷のこぎり山の方をね目指したいと思います、ね、まーほら時見て離れてた、この時ほらおーおー海の真上に今いる。おー出航、ほらもうどんどん離れてっちゃう。あー、ターミナルのところね、あっという間にもうあんな、あ、やばい、あやばいっていうか海だもう水平線綺麗だね、東京湾すごい楽しい。なんか鷹みたいなのもいるね。え、ちょっと怖いな。ワシ、ワシあれ鷹、ワシ何あれ鷹、ワシ、うわー、もうカモメが、カモメすごいね。あのもう一個下行く、うわすごいね。あっちでなんか上げてる人がいるんだね。集まってきてすごい、おーうおほほ、あの海に落ちたやつもよく見つけられるよね、僕たちはなんかもうボチャンってなっちゃったら見失っちゃいそうなおおすごい、これ急にヒュンっていくよね。え大きい船だね、すごいね。何だろうね、何運んでんのかな、車とかかな、大きな船すごいね。あのもしかしたら映像とかね写真で見たらそんな分かんないかもしれないけど、やっぱこの海の中に圧倒的な存在感だよね、うん、あれね、建物みたいな、ね、もはやね。ほら時見て、あれコンテナ運んでる、あの奥の船見える、そう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 、いっぱい乗ってるじゃん、ああやって運んでるんだね、すごいね。うっすらとこう影で富士山が、あの時あっちを見たい、時はあっちを見たい、あっちを見に行こうじゃ、うん、下行っちゃうとね、もうねみんなあれじゃないかな、うわ、リケのやつ、違うやつ、ケって書いてない、大きく眩しいね、ちょっとね、いっぱいあるな、ケって書いてない、書いてない、大きく、あれなんか山が見えるよ、うん、ほらなんか書いてある、違う、山、山、奥、あ、山見えた、あ、そうだね、もうあっちじゃない、あそこ島、うん、え、島、まあ、島っていうか、山、山、あはは、千葉の山、房総、うー、風がちょっと涼しいね、なんかさ、見て、青くない、お水、さっきもっと緑だったよね、うん、深さが違うんじゃない、きっとここじゃあ深いのかな、深海とかあるんじゃん、あ、ほらもうだんだんすごい見えてきたあっちのね、町のところとか、おー、うん、なんか岩に当たりそう、のこぎり山ロープウェイ、すごい貢献よ、貢献、
時は、無料でしたね。で、地区は子供の料金、大人はこれ往復でね買いました。はい、はい、はい、もらってもらって、上がろう。よし、パン、よし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 、来た、千鳥だ、千鳥号だ、もう来た。はい、お、さっきのフェリーは、フェリーも見えるよ、ちょっと。船出発してる。出発した？ほら、お、本当だ、ちょうどいいじゃん。ね、すごいすごい、いいタイミング。おお、さっきの船、うん、やっほー、さっきの船だ。さっきの船、あ、もう あっちに見えてるじゃん。やっほー。ねえ、あ、綺麗だね、今日ね。やっほーしてるの。やっほーやっほー。山に向かってやるんじゃないの。え、やっほー。あ、やっほー、ここ、この岩、声、うん、よし、よし、到達、よし、せーの、やっほー。はい、行こう。よいしょ、よいしょ、気をつけて。よいしょ、パパも気をつけて。よいしょ、よいしょ、ジャンプできた、ジャンプできた、気をつけて後ろ。チクすごいね、これ。チク、前あれ何歳だ。3歳4歳、よく行ったね。ね、パパとね、すごいね。パパが抱っこしていったんじゃん。いやいや、チク歩いてたよ。チク抱っこしなかった。チクすごい歩いたよね。うん、ね、ちっちゃい頃からね。ママはいた。ママいなかった。ちょっとお留守番してたってこと。そう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 、大丈夫、大丈夫。ママもうちょっと、いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、一定のペースで行こう、一定のペースで。一定、ね、こうやるってこと。え、いいけど、後でしんどくなっても知らないよ。わ、すごいじゃん、そこの壁、ほら。おお、ねえ、なんか、ママもこっち登るの久しぶりだ。自然にできたものか。そうよ、ママ、切ってはいるけどね。ああ、もうあ、ちょっと左寄ろ、左。ああ、よし、時さっき走ったからだよ。早っ、まずだ。無理しないでよ。無理しないで。さっきのママはもっとあると思う。64個まで持ってか。よいしょ、頑張って。先が、よいしょ、せめて平坦な場所を歩いていく、視界の中に。ここは先階段だな。あれ、まだ階段、 あそこ平坦、いや階段。もう、あ、あそこなんかあるよ。まだこれだけじゃダメだよ。あそこ一回展望台じゃない、もっと登らないと。ほら、しんどい。あそこか、あそこ行こう。うん、すごい高い。そこでいいよ、そこでいいよ、一回ストップ。まあ僕は結構、よいしょ、よし、じゃあ写真撮ろうか。うん、撮ろう、みんなで見よう。よいしょ、よいしょ、すごい、よいしょ、ここが地獄のぞきです。ひーひー、すごーい。すごいすごい、ほら、あそこも人がいる。ほら、なんかもうすごいね、岩がさ、切られてるのがわかるね。あそこじゃない、さっきいたの。うん、ね、すごい、こっち側も見て、下。パパ、ちょっとこの先端に。僕たちはじゃあもう行こうか、一回ね。あの、下に。いや、危ないよ。手つないだ方がいい。ちく、大丈夫？いや、あそこ。あ、そうそうそう、あそこね。手すり持っていこう。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よし！ちょっと待ってね。よっ。大丈夫？
ちか前を向いて。よいしょ。はい、分かった。はい、大丈夫大丈夫。ここ気をつけて。ここ。はいはいはい、もう立って立って。ここ気をつけてね。はいはい。僕も気をつけて。一回しゃがんだ方がいいかもよ。ここで。ジャンプジャンプ。よーし。よいしょ。よいしょ。おい。あ、危ない危ない。うん。ちか。おーい。すごいじゃん。すごい。大丈夫？すごいね。おいちょ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 。わあ見て。あそこだ。百尺観音だって。すごいね。縦は入るって。縦ギリギリ入る。見て。すごいね。地獄アイさんも鼻についてるよ。ちょっと待って。ティッシュがあるから。竹炭、竹の炭が入ってる。え、竹？地獄アイスでーす。すごい色だけど、バニラ味。食べてごらん。これ？どう？バニラ。歯黒くなってる。トキは？トキも座って食べな。え？写真撮ってあげる。やばいよ。あーして。今日はですね、先ほど栗浜、神奈川県の栗浜から、東京湾フェリーに乗って、こちら千葉県の、金谷にね、着いてのこぎり山に登りました。神奈川から結構千葉近かったなもう見えてるからね、なんならね、今日ほんと天気も良くてね、富士山も見えたりとかね、すごく良かった、フェリーも楽しかったね、車でね、乗りましたけどね、あのお部屋のところもさ良かったしさ、外もね、カモメとかがすごいいっぱい来ててね、なんか楽しかった、あっという間でした。のこぎり山もね、あのまあここまでは今私たちがいるこの売店とか食堂のところまではね、ロープウェイで誰でも簡単に来ることがねできますしね、切符もねすごい貢献だからね、楽しいよね、記念になります。で、まあ、ちょっとここからね階段かなりねありますけど、登ったり降りたりしたらさっきの僕たちが言ったようなね、地獄のぞきとかですね、すごいね、大きな大仏みたいな、そう、観音様ね、もう見れたり、まだあと他にも実はね、いろいろあるんですよ、もうちょっとね、歩ける人たちだったらね、なのでぜひぜひ千葉県のね、とても名所、のこぎり山、皆さんも登ってみてはいかがでしょうか。そして東京湾フェリーもぜひ一緒にね、乗ってみてください。東京湾フェリー乗ってのこぎり山にも登ってみたでした。ありがとうございます。やっほー今黄色の来たね、カモメ号かな、うん、やっほー